プロテオーム解析、プロテオーム解析、プロテアミックアナリシス、またはプロテオミクス、プロテオミクスとは特に構造と機能を対象としたタンパク質の大規模な研究のことである。タンパク質は細胞の代謝経路の重要な構成要素として生物にとって必須の物質である。プロテオミクスという言葉は遺伝子を網羅的に研究するゲノミクスという言葉と タンパク質を意味する英語、プロテインとを合わせて作られた造語である。ゲノムがある生物の持つすべての遺伝子のセットを表すのに対して、プロテオームは、ある生物が持つすべてのタンパク質のと、または、ある細胞がある瞬間に発現しているすべてのタンパク質のセットを意味する。プロテオミックスは、ゲノミクスの次に、システム生物学の中心になる学問分野だと考えられている。 ゲノムがある生物の全ての細胞でほぼ均一なのに、対して、プロテオームは細胞や時間ごとに異なっているため、プロテオミクスはゲノミクスよりもかなり複雑になる。同じ生物でも、異なった組織、異なった時間、異なった環境では、かなり異なったタンパク質発現をする。また、タンパク質自体が遺伝子と比べてはるかに多様であることも、 プロテオーム解析を難しくしている理由の一つである。例えば、人には約2万5千個の遺伝子が知られているが、これらの遺伝子に由来する、タンパク質は50万個を超えると見積もられている。このようなことが起きる原因は、選択的スプライジングや、タンパク質の収縮、分解などである。プロテオミクスはその生物について、ゲノミクスよりも多くの情報を与えるため、 科学者たちはこれにとても興味を抱いている。一つ目に遺伝子の転写レベルからは、タンパク質の発現レベルの非常大まかな情報しかわからない。たとえ電令 RNA の作られる量が多くても、分解が早かったり翻訳が効率的に行われなかったりするとタンパク質の量は少なくなる。二つ目に、多くのタンパク質は翻訳後就職を受け、その活性にも影響を受ける。 例えば、リン酸化を受けるまで活性状態にならないタンパク質もある。三つ目に、選択的スプライシングや選択的翻訳ご就職により、一つの遺伝子が一つ以上のタンパク質を作り出すことがある。四つ目に、多くのタンパク質は他のタンパク質や RNA と複合体を形成し、機能を発揮することがある。タンパク質は、 生物の生命活動の中心的な役割を果たす上に疾患があると発言するタンパク質がしばしば変化するためプロテオミクスはある種の病気の存在を明らかにするなど生態指標の道具して使える場合がある人ゲノム計画の大まかなドラフトが公表されると多くの科学者は遺伝子とタンパク質がどのように他のタンパク質を作り出しているのかを探求するようになった 人ゲノム計画で明らかとなった驚くべきことの一つは、タンパク質を高度している遺伝子の数が人の持つタンパク質の数と比べてはるかに少ないことである。人は200万個もの未知のタンパク質を持つ可能性すらある。このようなタンパク質の多様性は、選択的スプライシングと翻訳語就職がもたらしていると考えられている。この矛盾は、タンパク質の多様性は、 ゲノム解析だけでは分からず、プロテオーム解析が細胞や組織を理解する上で有効な手段となり得ることを示唆している。人の持つすべてのタンパク質をカタログ化するために、タンパク質の機能と相互作用が調べられている。国際的な研究の調整は、ヒトプロテオーム機構、フーポが行っている。多くのタンパク質は他のタンパク質と相互作用しており、 プロテオミクス研究の目標の一つはこのタンパク質間相互作用を明らかにすることである。これは新規に発見されたタンパク質の機能を推定する手がかりにもなる。これまでに多くの研究手法が考え出されてきた。伝統的な方法の一つには酵母を使ったツー、ハイブリッド法があり、新しく開発された方法にはマイクロアレイ、アフィニティクロマトグラフィー、 質量を分析法などがある。プロテオームを解析するためには、通常はまずタンパク質質量を個々のタンパク質に分離することになる。よく使われる手法の一つはニジモと電気営動である。これはタンパク質を、まずは等電点によって、次に分子量によって分類する方法である。ゲル状に現れたタンパク質のスポットは化学染色や 蛍光染色によって可視化される。この時点で染色の濃さによって定量をできることもある。それぞれのスポットを上げるから切り出され、プロテアーゼによってペプチドに消化され、モルディポーなどの質量分析法によってペプチドが定めされる。この操作は、まずペプチドをマトリックスと混合してステージに置き、レーザーを照射してイオン化する。 イオン化されたペプチドは電圧に沿って検出器の方向に飛行するが、検出器まで到達する時間と場所は、ペプチドの質量、を、電化比によって異なる。質量が大きいと、到達により時間がかかる。質量は非常に高い精度で同定され、ここからペプチドの化学構造が分かり、ペプチドが同定できる。タンパク質の混合物は分離をせずに直接同定することもできる。 この方法では、タンパク質は混合物のまま消化され、ペプチドの混合物は高速液体クロマトグラフィー、HPLC で、素水性に従って分される。HPLC は、質量分析装置に直接つながっている。カラムから溶出したペプチドは、タンデム質量分析により同定される。一つ目の質量分析系で、それぞれのペプチドイオンが分離され、二つ目の、 質量分析系ではペプチドをフラグメントに分解して、そのパターンから配列を決定する。いくつかのサンプル間の量の比を決めるためには、同位体でラベルされた資料が用いられる。人の遺伝子やタンパク質を研究することによって期待される成果の一つは、新しい病気の治療薬が見つかる可能性があることである。ゲノムやプロテオーム解析の情報によって、病気と関連する。 タンパク質を見出し、その三次元構造からタンパク質の活動を阻害するような物質をデザインするなどして、新しい薬の候補を選定すること可能となる。これは、新しい薬剤を探索する基本的な戦術と言える。例えば酵素の活性部位にぴったり当てはまり、しかも酵素から離れないような分子は、酵素を不活性化させることができる。また、 個体により遺伝子に差異がある場合には、個人にとってより効率的に働く薬剤をデザインすることもできる。数百万に及ぶ低分子からタンパク質の三次元構造に当てはまるものをコンピュータによって探す作業は、バーチャルリガンドスクリーニングと呼ばれる。この良い例は、HIV-1 プロテアーゼを不活性化する薬剤の探索である。h i v プロテアーゼは、 HIV の持つ巨大なタンパク質を切断して、機能を持った小さな酵素を作る。この酵素がなければウイルスは生存することができず、この薬剤は HIV を殺す効率の良い薬になり得る。最近は、ワールドコミュニティグリッドのような多くの分散コンピューティングプログラムがあり、世界中の人々が科学者の計算を手助けすることができる。このソフトは、 数百万の世界中の家庭用コンピュータの処理能力をスーパーコンピュータに加算することができる。ワールドコミュニティグリッドでは HIV、ガン、タンパク質の折りたたみ、デング熱等について計算を行っている。これら3つのプロジェクトはどれもタンパク質モデリングやタンパク質就職モデルを中心にしている。分散コンピューティングによって得られたデータからより特異的で 効率的な治療法の手がかりを探すことができる。プロテオームや個々のタンパク質の構造や機能、またタンパク質間相互作用の複雑さを理解することは、より効率的な診断手法や治療法を開発する上で不可欠となる。プロテオミクスの成果の興味深い利用法として、特定のタンパク質を診断の際の生態指標として用いることが挙げられる。 特定の病気の際に発現するタンパク質が数多く見つかり、それらは病気の早期の診断に役立てることができる。これらを調べる方法としては、ウェスタンブロッティング、免疫染色、エライザ、質量を分析法などがある。次に挙げるものは、特異的な生態指標を持ち、実際に診断に使われている病気の例である。プロテオミクスには次のような、 様々な技術が用いられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。